い、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はプロスピエースやっていきたいと思います。旧トラ吉チャンネルからですね、こちらトラ吉チャンネル会というところでですね、ところにですね、チャンネルが移設されましてですね、まあまあ、アカウント停止食らっただけなんですけども、移設されましたのでね、あ、発見したよトラ吉チャンネル、やってるやってるっていう方ですね、よかったらお手数ですが再度チャンネル登録してくれて嬉しいなというふうに思っております。ぜひよろしくお願いします。では本編いきましょう。さあ今日はですね、2020シリーズ2 S ランク2塁手追加というところでね、こちらの選手の紹介と、あとはドラフトスカウトが小森とともにやってきておりますんで、こちらの方ですね、全体的に紹介していきたいと思いますんで、よかったら最後まで見ていってください。はい、ではスカウト画面やってまいりました。今回は2塁手の追加というところでね、2塁手もなかなか熱いメンバー揃いですので、シリーズ1の比較も含めてお話ししていきましょう。はい、まずは西武外崎修太選手ですね。弾道高弾道、ミート72の B、 パワー78の B、 走力78の B のパワー走力同値型というところでして、称号次第ではパワー A、 走力 A もそれぞれ狙うことができるよと。なんか多分ね、インパクトの瞬間の写真だと思うんですけど、なんか切り取り方がおかしくてめちゃめちゃガリガリに見えるんですけど、僕だけですかね、遠近感のおかしさでなんかもうすっごいガリガリに見えるんですけど、僕だけですかね。能力的にはですね、シリーズ1と変化ありません。全てにおいて変化なし。まあ外崎選手はですね、西武今年全体的にね、打撃成績落としている中で安定してね、成績残している方かなというところだと思いますし、まあ今回はね、二塁手ここから紹介していきますけど、全体的にね、シリーズ1から能力据え置きという選手がほとんどでございますので、今回の紹介はね、さらっとになるかと思うんですけども、まあ単純にスピリッツ100アップしてると、シリーズ2になってね、スピリッツ100アップしてると、もしくはシリーズ1で手に入れてないよという選手がいればですね、当然狙いのところになっていくのかなというところに思いますけども、シリーズ2でね、能力爆上げされてるんで、今回の目玉ですよというほどの選手はね、今回はいないかなというふうに思っております。はい、ソフトバンクは周東選手ですね。こちらはですね、2019シリーズ2の侍ジャパンね、バージョン以来の S ランクの登場となっておりまして、その時と比べると大幅に能力が変更されております。ミートとパワーがそれぞれ上がっておりまして、走力は1ダウンというところになっております。弾道低弾道、ミート62の C、 パワー57の D、 走力86の A の完全走力型というところで登場しております。守備に関しては変化ありません。メインがセカンド、捕球スロイングが E、 まあ、この辺まだまだねちょっと評価低いなというところ、ちょっと守備固めというほどの選手ではないということで、ダイソー要員オンリーになっちゃうんですけどね。盗塁走塁内野安打とね、本当に走塁走ることに特化した選手というところで今回登場しました。なるほど、ソフトバンクの二塁手枠は周東選手なんだっていうね感じはしますけども、今回登場しました。はい、楽天浅村選手ですね。楽天現在はね3位というところにね落ち着いてしまっておりますけども、今年のね2020シーズンのですね、前半戦楽天のスタートダッシュを支えたのは間違いなく4番、新4番ですね。昨年まで3番だったと思いますので、新4番浅村選手だったと思います。能力の大幅な変更は点はなくてですね、パワーがシリーズ1と比べて1上がってるよという程度の変化にとどまっておりまして、まあ、同じくパワー型で登場と。弾道も高弾道のままで守備は全く変化がありません。セカンド適正ので適正はセカンドがメインで、ファーストも限界突破4回以上で可能ですよというところですね。特殊能力も超広角、パワー比、そしてチャンスという素晴らしい能力になっております。パワー比が特殊能力でありますので、これつけることができればね、弾道パワーヒッターの選手として扱うことができるんで、まあ、そこは必須かなという選手になっております。今回の目玉の一人だと思います。はい、ロッテは中村翔吾選手が登場しました。こちらもシリーズ1と全く能力は変わっておりません。今シーズンね、昨シーズンと比べて中村選手打率が結構高くて、ミートもうちょっと上がってもいいかなという意見もあったと思うんですけども、上がりませんでした。適正はセカンド相変わらず適正 A という素晴らしい能力になっております。まあだから中村選手このままのね調子を今年キープしていただいて、来シーズンのねシリーズ1で大幅能力上がることを願うしかないかなというふうに思っております。はい、日本ハムは渡辺選手ですね。こちらもシリーズ1から大きく能力を変えることはありませんでした。同じとなっております。走力型で登場してるんですけども、もし称号でねパワープラス3することができれば、パワー走力同値ということも可能でございます。メインはセカンド、サード、ファーストもできるよというところですね。チャンス20丸、ラインドライブ、流し打ちと。
この辺全く変化がない選手になっておりますので、まあ、シリーズ1で説明した通りかなというふうに思います。はい、オリックスは大城選手がセカンド枠で登場しました。こちらもね、過去シリーズと能力全く変わっておりません。ミート66の C、 パワー60の C、 走力78の B というところで登場しまして、守備もね、セカンドとショートがそれぞれ限界突破なしで、使えるよというところはね、守備要員として非常にありがたいところかなというところですが、補給が少し低いんでね、この辺の心配を残る選手かなというふうには思いますけども、走力も非常に高い選手ですし、称号をつければ走力も A まで上げれるんで、注目かなというふうに思います。はい、巨人は吉川尚輝選手が登場しました。こちらはですね、数少ない能力アップ選手というところになりまして、パワーがね6かな、大幅にドンと上がりましてですね、使いやすい選手に一歩ずつね近づいてるかなというふうに思います。今シーズンもね、ほんと小力を見せてくれてですね、ホームランも結構打ってるんで、吉川選手確実にね、まあ、怪我なくやってくれればやっぱ成績残せる選手だなというところを今年は証明してくれてるかなというふうに思いますね。まあ、それでもですね、やっぱり圧倒的走力型というところは変わりません。守備能力に変化はなくて、セカンド適正、メイン適正で、ショートとレフトも限界突破次第ではやれますよという能力になっております。広角打法持ちでございます。はい、 DeNA はソト選手が今度はセカンド枠で登場しました。シリーズ1ではね、ソト選手、まあプレシーズンのね感じから見て、ひょっとして外選手ファースト枠かっていうところにね、運営さんが乗ってしまってというのはおかしいですけども、ファースト枠でね、DeNA のファースト枠で登場していたんですけど、シリーズ2はね、セカンド枠で登場というところで、ここで一気にねセカンドの選手の厚さが変わったなと、外選手一人でね、いうふうに思わせるところでございます。能力の変化はシリーズ1からありませんが、まあ、メイン適性がセカンドになったというところが結構重要な人にとって重要かなというふうに思います。アーティスト型というのもね、素晴らしい、使いやすい選手ですね。適性の方は全く変わってません。まあ、前回の場合はファーストがねメイン適性だったんで、ファーストがね黄色く光ってたと思うんですけど、今回セカンドというところ、レフト、ライト、ファーストも限界突破4回できれば守れるよというところなんですが、まあ、セカンドを守らすにはちょっと捕球スローイングと心もとないので、だいぶ勇気がいる起用にはなっちゃうかなというのが外選手でございます。超アーチスト、広角、チャンスというね素晴らしい3本柱の特殊能力がついております。今回の超目玉だと思います。さあ、阪神は怪我から復帰したキャプテン糸原選手がセカンドに登場しました。能力はシリーズ1と全く変わっておりません。ミートと走力の同値ですねで登場しておりまして、まあ、こちらがB に乗ってるんでね、見た目的には悪くない選手になったかなと。まあ、糸原選手の活躍っていうのはやっぱゲーム的ではないですけどもね、やっぱしつこくて、試合に出れば何かやってくれるっていうタイプのね、チームのために何かをしてくれるっていう選手なんで、なかなかゲームとかにね反映させて、何か素晴らしいっていう能力にはなりづらいかなと思いますけども、今シーズンこのままね3割以上キープして終わればですね、来年は大幅な能力アップが期待できるかなという選手になっておりますが、まあ、この辺ね守備も含めて全くシリーズ1と変わっておりませんので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、広島は菊池選手が登場しました。もうセカンド枠としておなじみの注目選手になっておりますが、シリーズ1と能力は全く変わっておりません。完全走力型の登場と、近年はそういうところになっております。守備もね適性が A を割ってしまってですね、まあ、あの特殊ができればねセカンド A まで乗るんですけども、一応 B というところでデフォルトでは登場しております。補給 A、 スローイング B、 肩 B ともにね水準も含めて素晴らしいところになってるんで、やっぱりセカンドの守備といえば菊池選手というのは間違いないかなという能力で登場してます。はい、中日は阿部選手マスターですねが登場しました。今シーズンもね前半戦不調等あったんですけども、ここに来てね少し安定して能力成績を残してるかなというふうに思われます。完全ミート型での登場、シリーズ1と変わりません。守備もねセカンドの適正76という素晴らしい守備力、そして補給スローイング C、 肩 B というところでね、5段階でいうと4ぐらいのね素晴らしい守備を誇ってる選手なんで、これだけ守れて弾道中弾道のミート型、ミート75なんで、まあ、結構素晴らしい選手かなというふうに思いますね。流し打ち、片身打ち、満塁男という能力がついております。では最後こちらもう一人、セカンドといえばこの人というところでね、ヤクルト山田哲人選手が最終枠で登場しました。こちらもシリーズ1から能力は変わっておりません。山田選手もね前半ちょっとね不調で2軍落ちとかも経験してですね、能力下がる可能性あったかなと思ってたんですけども、もう一応シリーズ1から据え置きで登場することとなりました。パワー走力の同値型での登場です。
守備の適性も75で素晴らしいですし、補給スライング方も9大点というところになっておりますんで、なかなか打って守れて素晴らしい選手かなというところになっております。特殊能力も超パワーヒッター盗塁というね、なかなか異質な組み合わせですけども、山田選手を大いに表している能力かなというふうに思われます。さあということでね、この激アツ、まあ、個人的にはね、やっぱり外崎選手、浅村選手、そして、まあ、山田選手というところをね、大目玉になるんじゃないかなというふうに思っております。引きたいなという方多いと思いますが、なのでね、今回ね、小森ドラフトスカウトで粘ってみて S ランク1人ランダムで獲得するもよし、ドラフトスカウトで自チーム確定まで粘るもよしというね、ガチャが登場しておりますが、一つ皆さん覚えておかないといけないのは、前回先日来たね、アニバーサリー総選挙で選ばれた選手たちが10月の中頃に登場するんですが、なんとさっき挙げた注目の選手、外崎選手、浅村選手、外選手を入れ忘れてた、外選手、山田選手の4人のうち、浅村選手と山田選手はね、アニバーサリーで登場するんですよね。つまり、自チーム確定枠で絶対的に狙うのであれば取れちゃう選手になるんですよね。まあ、その他の選手欲しい欲しくないはね、アニバーサリーでね、それは置いといてですね、狙えば取れちゃう選手ですので、山田選手狙い、浅村選手狙いで徹底的に粘るっていうのは、ひょっとしたら得策ではないかもしれない。当たればもちろんラッキー、1ヶ月以上ね、ここから戦力で、スピリッツ3500で使えますので文句ないんですけどもね。まあ、それよりもやっぱり外選手、外崎選手を今回、もしドラフトスカウトをやったことによって獲得できるとすごく運がいいですねというね、話になると思いますんで、スカウトを、ね、ガチャ引きたいよっていう方はですね、今の僕の見解もよかったら参考にしていただけるといいかなというふうに思っております。個人的には外選手欲しいんでね、小森とか引いてもいいかなと思うんですけども、迷うところです。はい、ではトップに戻ってまいりました。今回は選手紹介をね、中心でやらせていただきました。シリーズ1とね、そんなに能力が大きく変わらないので、ところ変わらないんですけども、やっぱりスピリッツがね、100アップしているというところが魅力かなというところなんでね、セカンド熱い選手が多いんで、狙う方たくさんいるかなというふうに思っております。今回の内容がね、分かりやすかったよ、説明ありがとうってね、もし思ってくださる方がいたらですね、高評価、そして、ここからも見ていただきたいんで、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ではまたね、次回以降大きな更新がやってくるかもしれません。そしたらまたそちらの方ね、いろいろ説明していきたいと思いますんで、ぜひお待ちください。では今日は以上にしたいと思います。失礼します。